どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。え、本日はですね、皆さん、トリップアドバイザーって使ってますかトリップアドバイザー。まあ、ああの、口コミサイトですよね。まあ、あいろんな地域の、まあ、ホテルだったり、レストランだったり、まあ、あ対象はね、まあ、あすごいたくさんありますよね。本当に、ツアーとかもあれば、まあ、本当に、 この場所みたいなところもね、あの、口コミが書けるというサイト。で、私もね、あの、初めてニューヨーク行く頃なんかは、本当にニューヨークのブログとかもね、全然なかったですし、で、もう本当にトリップアドバイザーの口コミを、 結構ね、信じて、まあ、情報収集みたいな感じで結構ニューヨーク行ってたんですけども、本日はですね、実は、実はってわけじゃないんですけど、これ知ってる方少ないんですかねあんまり聞かないんですけども、トリップアドバイザーの口コミを書くと、実は ANA マイルって溜まるんですよ。<laughs> 知らないっていう方も結構いるかなと思ったね、今回動画にさせていただいたんですけども、実はたまるんですよね。まあ、実はっていうか知ってるよっていう方もね、あの、それはそれでも、あの、わざわざ動画出してしまった申し訳ないなっていう次第なんですけども、実は、えー、トリップアドバイザーに、えー、口コミを書くと、えー、一つの口コミに対して5マイルから20マイルもらえます。まあ、ちょっとね、もらえるマイル数は、 まあ少ないんですけども、ちょっとね、昔はすごい多かったんですよ、このマイル数って。なんかどうやらね、本当に100とかそういう単位でマイル付与されてたみたいなんですよね。まあ、ちょっとこれが本当かどうかわかんないですけど、噂によると、本当に100とかね、あの写真付きで投稿すると1投稿で100マイルもらえたりみたいな時代がなんかあったみたいなね、話も聞いたことがあるんですよね。の普段ね、利用している場所から、まああの、 旅行で行った先もそうですけども、まあ、ちょっと仕事で立ち寄ったカフェとか,とかでもいいですし、まあ、なんかね、ある程度、まあ、接客とかを見て、まあ、そこでね、レビューを書くと、えー、5マイルから20マイルもらえるっていうことですんで、で、これ一月のね、上限があるんですよ。一月の上限,上限は、一、えー、月1500マイルまでっていう上限はあるんですけども、一月にしたら1500マイル。 っていうことなんで、まあ結構悪くないかなって、個人的には私は思ってまして、まあポコポコで <laughs>、たところ書いて、えー、先月も110マイルくらいね、付与されてたんで。で、この5マイルから20マイルっていう、このマイルの幅なんですけども、これは残念ながらね、わかんないんですよ。なんでこれ5マイルで、なんでここ20マイルかっていうのは、まあちょっとね、全然どういう、 あれで設定されてるか全然わかんないんですけども、まあかん、たですけどもね、あの、口コミが少ないところは多分20マイル設定していて、まあ口コミがある程度ね、溜まってるところは、まあ5マイルで設定してるんじゃないかなっていう個人的には思ってる次第なんですよね。で、あの、今回のこのトリップアドバイザーのこの口コミレビューで ANA マイルが溜まるっていうことなんですけども、なんかしんないですけども、 宿泊施設だけは、一月4件までって決まってるんですよ。それ以上だと、マイル対象にならないんですよね。うん。まあ、なんでなんですかね。<laughs> そんなに、毎月4回もホテル泊まる人いないみたいな、そんな感じなんですかね。まあ、ちょっとね、そればっかりはわかんないですけど、それだけまあ、そこまでね、あのー、私みたいに、あの、ニューヨークに行ってホテルの撮影してる人とかだったらね、またちょっとあのー、 なんて言うんですかあの、ホテルホッピングじゃないですけども、まあ、いろんなホテルをね、まあ、撮影して、えー、ブログだったり、YouTube だったりアップするためにね、そういう、点々とすることはあるかもしれないですけども、まあ、一般の人でね、そんなことする人は、まあ、そんなにいないと思うんですけどもね、まあ、そういうことだけあるってことだけ、まあ、覚えておいていただけたらなと思います。で、それ以外のね、あの、宿泊、レストラン、観光名所の、 口コミが対象になるっていうことですねで。まあ、でもですね。まあ、私がまあ見てる感じだと、まあ、あの、レストランっていうくくり、難しいじゃないですか。<laughs> あの、私が投稿してる感じだと、まあ、あの、あれなんですよね。投稿したことに対して、あの、なんていうんですか。 この投稿は却下。この投稿は OK みたいな感じで、まあ、掲載されてて付与されるマイルが。で、えー、掲載され、まあ、掲載されなかったら付与されないっていうのはちょっとわかりやすいんですけども、まあ、掲載されてて付与されてるのか付与されてないのかっていうのが、まあ、いまいちね、よくわかんないんですよね。で、このレストランっていうくくりに、居酒屋だったりとか、まあ、カフェだとかが、おそらく私がやってる感じだと多分入ってると思うんですよね。 で、私も結構書いてますし。ですので、まあ、あの、まあ、ちょっと手間にはなってしまうんですけども、利用した先はね、まあ、あポコポコって書けばね、まあ、そんなに難しい、<laughs> まあ、口コミですからね、まあ、自分の体験した通りにね、まあ、記載だけすればね、えー、永年参りがもらえるっていうものになっております。で、この、 ま、さすがにね、英語でレビューする人いないと思うんですけども、このマイル・チクさんの対象は、え、日本語じゃないと、え、対象じゃありませんっていうことで、あとね、トリップアドバイザーっていうのは、ま、あの、レビュー投稿しますよね。その投稿したレビューに対して、まあ、あの、OK か NG かっていうのを、トリップアドバイザー自体で、なんか、チェックしてるんですよね。ま、これの、あの、なんていうんですか。 OK,NG は、まあ、ちょっと、それも私全然わかんないんで、まあ、多分おそらくですけども、なんか、どっかのね、ページに飛ぶような、あのー、なんてうか、外部サイトに飛ぶような投稿は、多分チェックして、ま、NG 出してるんじゃないかなって、個人的には思います。まあ、こんな感じですかね。まあ、代出。 タバイタイからの転用は禁止しますみたいな感じで書いてあるので、まあそんなをする人ね、まあいないと思います。でね、えー、最後に、えー、この ANA とトリップアドバイザーの、えー、この口コミを書くと、レビュー、えー、口コミを書くと ANA マイルがもらえるっていうものなんですけども、あの、利用する前にね、えー、必ず登録ページで登録してください。ANA の方に。 で、そのタイ登録のバナー、なんですか、URL は、えこの動画の概要欄に、えー、記載してありますので、まず手順としては、えー、登録ページ、まあ、エントリーをして、まあ、実際に利用した場所を、えー、レビューを書く。そうすると、まあ、ANA マイルが5から20マイルで、ね、一施設に対して、まあ、まるっていうものでございました。 皆さんもですね、あの、トリップアドバイザーのレビューって書いたことありませんかね、えー、私は、あまあ、先ほども言いました通り、ニューヨークの情報収集を、まあ、しているとともに、えー、ニューヨークから帰ってきたら、まあ、ちょこ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 書いて、まあ、レビューを書いて、あの、レビュー書いて投稿してたんですけども、まあ、中にはね、あのー、書いているよっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですよね。ですので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、登録。 していただけたらなと思いますし、まあ何よりね、まあこれ、レビュー書くだけなんで、まあ書くだけっていうか、まあ別にお金がかかったりね、するようなものでもありませんし、まあなおかつね、ポイントサイトのポイントが貯まるわけではなく、直でね、あの、ANA マイルがね、貯まるので、まあそういう意味では、あの、交換とか別にしなくていいんでね、まああの、ANA ね、今、スカイコインのガチャってありますよね。 あの、毎日弾けるやつ。まあ、あれと同じ感じな感覚でね、まあ、行った先のレビューをね、書いていただけたらなと思います。いかがだったでしょうかまあ、知ってましたかねまあ、知ってる方はも,もちろんいると思うんですけども、まあ、結構ね、知らない人もね、多かったみたいなんで、まあ、今回ね、紹介させていただきました。えー、この動画役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のツイッターですですね。ま、ほんに普通の 普段の生活から、ま、ああの、ANA マイルたまるポイントサイトの案件とかもね、あの、紹介させて、あの、ツイッターでつぶやいたりもしてますんで、まあ、もしよかったらぜひ、ね、フォローとチェックしていただければなと思います。で、この動画で、動画内ではですね、ANA マイル、ANA マイルに関すること、あと n n、n n nn に関することですね。で、あと、ポイントサイトの案件で、実際に案件を利用して、 NMR、を貯めるやり方なんかもね、最近では紹介させていただいております。それ以外には、マリオットボンボの宿泊レビューと,、えーとえー、飛行機の登場レビュー,、えー、クレジットカード、お得情報、あと私の大好きな街はニューヨークの紹介なんかもね、させていただいております。もしよかったら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。はい